何なのよ。もう寄ってって寄ってってくださいよ。居酒屋いかがです？電話するよ。何？ああ。そうだな。そうですね。Hey! チクチク。
そうですね。
そうですね。
そこのお前。おお。ねえ、待てっつってんだろ。食うか。再復で。目障りさ。俺は橘から呼ばれてきたんだ。お前ら橘不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか。何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだろう、織田が。おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ聞こえなかったのか。さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしねえ。だが呼ばれた先で門前払いとはコケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。どげ、お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがってどうなっても知らねえぞ。お前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたんだ。なんで？あんただって俺たちを死なさ定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思うんですさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立場の社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。神室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。
そのつもりでかかってこい。嘘だろこの俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ信じらんねえ織田、納得しましたか織田さん。ええ、俺の負けですよ、社長。どうなってる？あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか？ええ、織田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。橘、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか？カムロ町？さあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする東条会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東条会の極道たちに吸い上げられる。何が言いてんだ？東条会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。金は力。私は自分の力が
この先どこまで登場界に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体桐生さんがご存知かどうか、東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由はその人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東城会の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は東城会直系堂島組若頭風間慎太郎です。なんだと。おやっさんが。あなたは堂島組の若頭補佐久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは殻の一壺の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は殻の一壺をめぐる争奪戦であの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですがそれを承知であなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久世があなたに近づくこともあなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさかいくらおやっさんでもそんなことまで分かるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東城会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが殻の一粒を手に入れる目的はおそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやっさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか桐生さん。立花、あんたがおやっさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。
返しください。全てが片付いた後で。俺にはまだ親さんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかったってことか。だがあの人が俺に何かを望むなら俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日おやっさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします。